皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる自宅教室のバイブルのテーマは信念を持ってやり遂げるというお話をしたいと思います。先日私の友人でですね、起業家 の友人がいるんですけれどもね、その方とお話をした時に、私の思考ってそうだったんだっていうのを改めて気づいた話があって、その気づきが多分皆さんにとっても何かそういう局面の時に役に立つ話なんじゃないのかなと思って、お伝えすることにしました。それはですね、結論から言うと、信念を持ってやり遂げるっていうことで、周りがですね、それはきっとうまくいかないだろうっていう予測をして、言ってくれることだったとしても、自分が信じてそれをやるって決めたのであれば、自分でも諦める、終わる、やりきるっていうところまでやってから諦めた方がいいんじゃないかっていう話なんですよね。私の体験談をお伝えするんですけれども、私は電子書籍 のクリエイティブディレクターっていう、別の肩書きとあと別の授業をやっていて、電子書籍を出版したい人の、サポートをする。紙出版も電子出版も私両方やってますけれども、紙出版の方がはるかに、ハードルが高いし権威性があるのは知っています。だから私も最初はそちらできなかったし、すぐにレシピ本を出したかったので、そちらの方のハードルがすごく高いっていうのは知っていて、でも出したかったので、それで電子書籍っていう方をやったんですよね。で、電子書籍をやって、当時まだ日本に上陸したばかりの頃にすぐに電子書籍をやりまして、動画と連携したレシピ本っていうのは当時なかったので、結構ダウンロードされて、今でももちろんダウンロードされてるんですけれども、その電子書籍 の作る過程も面白かったし、これは今まで知識とか経験を持ってる人がやっていくのにはすごくいい媒体だなっていうふうに思ったので、それで、ライセンス、教える資格っていうのを、ライセンシーとして発行してくれる会社があったので、そちらの方のメソッドをさらに学んで、それで講師になったっていう過程があるんですね。ただその会社っていうのはライセンスの発行はするんですけれども、集客を教えてくれるわけではなかったので、私も曲がりなりにもパンの方は割とうまくできていたので、できるんじゃないかっていうふうに思ったんですよ。ちょっとでも毛色が違うし、お客さんの層も違うから、違うんだろうなと思って、ホームページも分けて、コンセプトも全部変えて違うお客さんを呼ぶっていうのを考えて、一つのセオリーにのっとってやったりしたんですけれども、ライセンス取ってから1年半はほとんど集客難しかったですね。そこそこはできてたんですよ。私は基本何かのライセンスを取る時っていうのは、その取るのに払った金額の4倍から5倍の回収の見込みがあるようなものを学びに投資するっていうのを決めているので、当時ライセンスが130-140近かったんで、500-600は回収できるような講座をやって動かしたいっていう感じでやってたんですよね。で、当然それも一括では払えなくって、他のメンバー、その電子書籍のですね、それを取ってた方っていうのは私以外は全部男性の社長ばかりで、ある意味税金対策、それを本当に教えたいっていうよりは、税金で取られるよりは自分の学びとか、ライセンス持っといたらいいかなぐらいの方が結構多かったので、講師講座としてやってる方は、それを本当に広めたいと思ってやってる方とかは何人かいたんですけれども、結局皆さん集客ができなくて、講師をやらなくなっていったんですね。当時18人ライセンスを持っていたんですが、最後まで、しかも今も現役で教えてるのは私一人になりました。だから私はそれを教えたくってライセンスを取っていて、しかもそれである程度回すっていうのを決めてやっていたんですね。それはさておき、でそれは周りから、だから
パンとかお料理教室をやっていたので、いや電子書籍なんて畑違いだし難しいから領域的にどうかって思うからあんまりお勧めしないとかいうのは、まあ私のコンサルタントでさえそんなことは言われたんですね。まあどうかなみたいな形で言われて、でも私はその Kindle、まあ、ないしは電子書籍ですね、アメリカの動きを見ても、まあ、日本の、まあ、状態を見ても爆発的には確かに盛り上がってないのかもしれないですけど、まあ、とにかくコミックを中心にあの需要が上がっていってるっていう状態は知ってましたし、まあ、あの本とまた違って手軽にこういろんな知識を読んでいけるっていうのもいいなっていうふうに思ってたんで、まだ広がるっていうふうに私は自分の中でですよ、確信と信念があったので、忠告は聞きます、聞くんだけれども自分の思う、まあ、そうだよねっていう可能性を聞いて、でも自分はこう思うからやってみるっていうことで、まあ、取り組んだ。ただ方法論はね、いろんな方法は聞きました。どうやったらセミナー開催をうまく やっていけるかとか、いろんなつてをたどってみたりとか、広告打ったりとか、まあ、いろんなことをやっても、そのライセンスを出してくれた会社の発行の講座は売れなかったんですね。それで私はそれでも電子書籍を広めたいし、どうやったら売れる講座を作れるかなっていうことで逆の発想から考えて、求められるもの、電子書籍とかで手軽で、求められて、そして発行しやすくってっていうことで思いついたのが写真集出版講座だったんですね、電子書籍の中でも。でこちらの方を、まあ、教えようと思ったんですけど、実績がないので自分は作れてもなので、自分でですね、写真教室、自分が行ったことがあった写真教室とかに、企画書を作って、そして実際にこういうことができる、まあ、ライセンスも持ってます、こういう技能があります、お試しにっていうことで、まあ、開講させてもらったりとかして、まあ、それを何回か繰り返すうちにだんだんこう知名度とかも上がってきて、それで電子書籍の写真集出版講座みたいなのが、まあ、成り立つような形になっていったっていう、まあ、経緯があって、結果としては 今現在の状態でも、払ったそのライセンスのお金のまあ4倍5倍になるようなあの金額は、稼ぐことができて、時間かかりましたけれどもね、あの4年半5年近くかかったかかかりましたけれども、まあ、あのそういう状況を作ることができたんです。で、まあ、それをその友人と話してた時に、その当時のことも知っていたので、ああそう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 、それはあの料理とかパンの先生がやる領域でどうなんだろうな、うまくいかないような、まあ、正直ねうまくいかないような気はしてた的な話は聞いてて、一般的には難しいよねっていうふうに思ってたっていうのは話をされたんですね。でただあの私はこう自分の中の信念としてはうまくいく信念があったので、確かにその通りのものではうまくいかなかったんですけれども、うまくいきたい、いかせたいですね、どちらかっていうと、私が行くって信じたから行かせたいっていうふうに思ったんですよね。だから周りが何と言ってもっていうか、その失敗とは言わないけれどうまくいかないおそらくっていう、その通りになっちゃう自分が嫌だったんですよ。いや私はうまくいくって信じてるから絶対にうまくいかせたいっていう信念がありました。だから、どういうふうにすれば人は受け入れてもらえるようにということで、商品を変えたりとか、まあ、商品というかサービスの内容ですね、あの皆さんがやりやすいようにかつ求められるようにどん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 商品を変更して作っていったのが1年半ですね。でそこからブレイク始まるようになって、そこからは、今はそんなに激しく募集はしてないですけれども、あの写真集を出したいっていう方に、まあ、教えていくっていうことができるようになったっていう感じで、活動をしていたんですね。でその時にその話をした時に思ったのが、私がそのみんなが言ったし1年半ですね、あんまり集められなくてうまくいかなかった時に、あそうかやっぱりみんなが言うように失敗だったのかってもしも思っていたらそこで終わっていたんですよね。私はそれでも信じていたし、きっとどうにかできるっていうほど努力はしてないっていうふうに思ったので、誰だっ
誰だっていうのを必死に考えましたね。それを求める人が誰か。ただ世の中的にはまだ電子書籍っていう言葉自体も今でもですけれどもね、そんなに理解されてない時代に電子書籍の写真集とか言うとはぁっていう、その啓蒙活動から始めなくてはいけなかったので、誰もやってないこととか人がやってないことを先んじてやろうとするっていうことは、サービスが浸透するより前に動いているので理解をしてもらうっていうのが結構大変なんですよね。大変なんですが、そこは、信念を持って諦めないで、まあ、求められるように加工していくって決めてやると、まあ、そういう結果も手に入れることができるという体験をしたのを思い出したんです、その話をした時に。だからねじ伏せるっていう感じですね。成功した、うまくいったっていうよりは、みんながうまくいかないって言ったから絶対にそうはさせない、私の信念は正しかったんだって自分で納得したかったから、納得できるまで頑張ったっていう、まあ、その意地で状況を変えた、現実を変えたっていう、そういう経験なんですよね。だから例えば今サービス、何か新しいサービス、しかもそれが求められてるけれども世に知られてないサービスを広めようとするパイオニアの方は、おそらく簡単には広まらないんですよね。でその時にもちろんサービスの変更をしてったり、求められる人を探していくっていう努力はし続ける必要はあるんですけれども、その誰にっていうことも含めて、サービスの提供の内容も含めて、まあ、変化と変化をし続けて、どれぐらいそこの層にアプローチできるようにチャレンジし続けることができてるかっていう話ですよね。ずっとその同じ内容で反応がいまいちだった時にウェブサイトそのまま置きっぱなしで集まると思っているかっていう話とか、まあその集まると思っているか、そもそもその告知量、活動量が少なければ集まらないですし、要は諦めるには早い場合が多いんじゃないかなっていうふうに私は思ったんですよね。だからやろうと思ったことがほぼほぼうまくいってるっていうのは、私はおそらくしぶといですね。信念を持ってやり遂げるっていうとこまでやって、それでもダメだって判断したら撤退することはしますけれども、まあ、大抵そこまでやると何かしら反応も出るし、大概上手にうまくいくので、やった事業でこれはどうにか してやるみたいに思ったのは大概どうにかなっているっていうのが私の肌感覚です。どうにかなるっていうのは、必死にサービスを改良し続けるっていうことと、お客様の声を集め続けるっていうのはずっとやってましたね。それに沿った商品を作り直すし、それに沿った団体、どこにいるのかその人はっていうのを必死に探しながら、ウェブだけじゃなくって、やっぱりリアルも動きますね、その時には。だから回ったんですかとかいう方もいらっしゃるんですけれども、私の中ではごくごく当たり前の営業活動なんて普通のことで、人に重要視されるサービスであると自分が確信をしているのであれば、そのいそうなところに知らせに行くっていうのはある意味当然のことと私は思っているですね、はい。なので、まあ、諦めなかったからそういうことになっているんだなって改めて思って、その人に言われたのは、まあ、その反骨の精神だよねって言って、だからそのダメだって言われて、ダメだって言われるのが嫌だっていうふうに思って現実をねじ伏せて変えたみたいな、まあ、それはすごいよねっていうのを言われて、自分の中でそうですね、すごいって思ってなかったんだけど、言われた通りになっちゃう自分は嫌だったんですね。私はいいと思って信じてることを自分で認めたかったっていう、まあ、そういう感じだったんでね、そんなエピソードを思い出しました。だから皆さんも新しいサービスはなかなか世に受け入れられないから、それをどこまで我慢できて、どこまで努力できるかっていうのが1点と、あとはその見当違いなサービスをやっていると当然反応がないので、やはりそこはリサーチをしながら商品変えて変えて変えてを繰り返していいものを作っていくっていう柔軟性が必要であるっていうことと、あとそれでもそれでもやりきってやりきって、あ、やっぱ違うなってなったら潔く撤退っていうことだって考えることも必要かなっていうのが経営をやってて思う、まあ、イメージですね。大概教室っていうことを考えると、
やりきるところまでやってない方が多いと私は個人的に思っていて、それをやってからどうするか考えようっていうところまでいくと、まあ、大概どうにかなったりしますね、うん、だから量が絶対的に足りてないなっていう感覚があるので、まあそんなことを参考に、今芽が出てないのは絶対量が足りないかもしれないっていうことを、ちょっと検討してもらえるといいかなと思いまして、こんなお話をお伝えしてみました。それでは。